もう一回段取りですか。はい、段取りお願いします。かつて親友だった3人の友情を奪ったのは、まさき。そして再びまさきと同じ場所に遺体がかかった。知ってるよ。俺たちのやり方で犯人探すから邪魔すんな。俺はお前らが生きてるだけで十分だったから。その罪は悪と言えるのか。見る者全てに問う本格ノワールミステリー、罪と悪。